カルロ・マルテルロ、カルロ・マルテル・ロ男女は、ハンガリー王位請求者。ハンガリー語名で、アニョー・マルテル・カーロイ、フランス語名で、シャルル・マルテル・ダンジュとも呼ばれる。アンジョイ・コール・シチリア家の分子の一つで、ハンガリー王家となった、アンジュハンガリー家の祖である。1271年、ナポリオ・カルロ二世の長男として生まれる。母は、ハンガリー王女・マーリア。また、 父方のオバイザベッラは、母、マリアの弟である、ラースロー4世の日であった。1281年に、ローマオールドルフ1世の五女クレメンツァダスブルコと結婚し、一男二女を設けた。1290年に、おじのラースロー4世が暗殺されると、アンドラーシュ3世の即位を認めず、自身の王位継承を主張して、名目上のハンガリー王を称した。 カルロ・マルテーロの王位は十字軍の派兵を条件にして、教皇ニコラウス四世によって承認された。しかし1295年、アンドラーシュ三世より先に23歳で創生した。1301年に、アンドラーシュ三世が死去してアールパード・アサが断絶した、後、ハンガリー王位は、アールパード家の女系子孫たちによって争われ、最終的に、息子、カルロ・ロベルトが正式な退官を果たした。 カルロ・マルテロとクレメンツァの墓、ありがとうございます。